はい、こんにちは、柴崎です。お元気でしたかね。もう柴崎もとにかくね、健康に気をつけなきゃいけないなと思ってね、毎日頑張ってます。さて、今回も柴崎が独断であなたの作品を見てお直しするコーナーの始まりですよ。はい、さあ、それでは早速抽選に入ります。さあ、抽選です。はい、ガチャ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 、抽選もう一気に引いちゃおう。この辺です。どなたかな。はい、71番の方ですね。おめでとうと言ってもまだどなたかね、作品も分かってないから今からパソコンで調べてみます。はい、ありました。はい、ありました。はい、この絵でした。日本の方で13歳、ねえ、中1のスケッチ大会で絵の具をポンポンとしてやって描いたというふうにね、記してあります。いいですね。もうこれからどんどん絵が上手になるね。これね、こう、紙でくちゃくちゃして、ポンポンってやったんだよね。はい。さあ、ではこの絵ね、柴崎の目で見て、どこが良くて、どこをちょっと、工夫したらいいか、早速やってみたいと思います。はい。この作品ですね。なんかこう、楽しそうだね。公園でね、ベンチに座って、こう秋の紅葉かな。ね、こう地面も黄色く色づいていて素敵ですね。うん。もうこの絵の一番いいところは、もうとにかくこうね、トン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 ってやったこう表現の工夫ですね。それからこの公園かなんかね、ちゃんと人物も配置されていて。この場所がどういう場所で、どんな雰囲気の場所、感じだったんだよっていうことをね、見る人にこう積極的に伝えようとしてる。この絵作りがとってもいいです。はい。まあ、そうですね。柴崎が直そうとすれば、ここに紅葉した木があるんですけどね。ここの緑の、ではブルーの木、緑かな。ね、こう、アンバーなんか、茶色なんか混ぜて、もう、天童にやってくれてるんですけど、もう少し、空の色との、こう、変化なんかあった方がいいかな、とは思うね。うん。それで、木がこう、こう書いてるんですけども、もっと、このね、空の方までもっと大きな木が小さい木なんてこう、書くと、さらに楽しそうな感じもします。でも、こういうところよく見てんのね。ね、やっぱりね、写生したところが素晴らしいですね。はい、でやってみたいと思います。それでね、写生大会外で描いてみたらいいですね。じゃあこれでこれにこうなっていて、ここにベンチがあるのね。ベンチがあって、ここに人が、ね、座ってるんだ。青い帽子かぶってんのね。足を、これは、ここはどうしてんのかな。これちょっとわかんないんですけど、わかんないから、なんか、ね、こう普通に座ってるように しますね。わかんないので。ごめんなさい。違うかわかんないんだけど、ね、まあ普通に座ってるようにしましょう。で、こう、こう、こうでやって、あ、これ、こう、こういうのついてるよね。うん。ここに人がいて、だから、後ろにこう大きい木、ここからはみ出る大きい木、それから、こっちに小さい木とかですね。なんかそういう変化をつけると、もっと絵は、まあ面白くなるかもわかんない。うん。僕かな。それでは
怖く、バシャバシャってやったんだよね。これはやった方がいいね。それで、まあ、空はね、こう、空は明るい青空塗ってるんだよね。これも、もうとってもいいです。はい。それで、ここが紅葉してるんだったら、まあ、もうちょっとこう、秋のような雰囲気なんかもあってもいいかな、とちょっと思うけどね。まあ、でも本当、ね、本当はどうだったか僕もちょっと実際わからないんですけども、まあ、少しこう、黄色の色なんかを下にこう、下地に入れてみるということは、まあ、季節感をね、統一する意味では、いいことかと思うんですね。それで、うん、まあ、こんだけね、こう少しずつ色をこう変えてるんだよね、こうやって。こうなってんだ。それからこ、下の方が、なんか少し暗いんだね。ね、こう、非常に、ね、ものをよく観察して描いてると思います。ここはこうやってね、こうなってんだ。こんな感じですね。うん。こうなのかな。で、ベンチも上手に描けてるし、人もいいんですね。はい。ベンチ。ベンチ。こんな色。もっと赤い色かな。ベンチが、うん、こっちちょっとこんなのかな。でここがこんなんだよね。はい、まあ、ベンチのこのこういうとこなんかね、こうやって書いてもいいんだけどね。それでここ乾いたかな。じゃあ乾かしましょうね。はい。ただこのバシャバシャバシャだよね。これよくやってるね。すごくいいと思います。赤の色かな。ちょっと待ってください。色を作りますからね。こんな色、これは結構たっぷりこう 色を作らないとなかなかできない、バシャバシャってできないんですね。で髪をくちゃくちゃっとして、そうだよね。これやってみて楽しかったかな。ね、やっぱり筆でこう点描風に描くよりもまた全然面白いと思うんだよね。偶然の効果もあって楽しいと思います。こう少し緑のような違う色も足したり、まあ、いろいろやってるんですね。すごくいいと思います。黄色いような色もね、あるんですね。なんか
まあ、あと少しこう、ですね、こう青紫のような青紫というか、そうじゃない、赤紫ですね、赤紫のような色とかですね、そういうのでこうやると少しこう立体的になるかなですね。うん、それで後ろの方の木ですね、先ほど柴崎言って少しブルーが多いので、まあ下地にこう黄色塗っておいてですね、その上からこうブルーのような色を塗ってあげてもいいかなと思います。こんな感じですね。そうするとですね、あまりこう赤い感じ、青い感じが少なくなってきていいと思います。で、こうやったらですね、今度こう少しこう溶かして、こうやって溶かしてみたらどうでしょう。そうするとこのバチャバチャってやった効果がですね、もっとこうよく見えてくるんですね。こう少し一部溶かす、どうですか、こんな感じ、これ面白いでしょね。それでこうあなたがやったように木の幹を描く、木の幹はね、こうってスッとなってるんですけども、ところどころこう見えないふうにしてもいいですね、全部じゃなくて。で、ね、その他のこう木も描いてるんだよね。とてもよく観察してるし、すごくいいと思います。ね、こんな感じ。ね、遠くの方にもこう木がいっぱいあるかもわかんないんだね。木の幹を描くときも、そうやってこう、ね、奥行きっていうか、そういうことを少しこう意識して描くとですね、こう林のようになってきますね。こうたくさん描いたり、こうやって曖昧にしたりですね。はい、ここでねちょっとお知らせです。柴崎はねチャンネルメンバーシップをやっております。メンバーに、ね、なっていただきますと、柴崎の作品のね、データを、ダウンロードできたりね。また、少人数のね、ライブ配信に参加できたり。もう、特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。あと、まあ、ここに人がこう座っていたら、こういうとこにね、こう、少しこう、日陰なんかを加えてみると、ここかな、ですね、青いお帽子かぶってんのね。うん、
な。よいしょ。こんな感じでいいかしら。それで、ここがなんかこうなって。それで。こうなってこれなんかこれなんか立ってますね。こうなってんだ。そしたらこんな色で、ベンチの影を描いて、まあこういう木の影なんかもね、少しこう描いてみても絵が楽しいかなと思います。こういうとこはすごくいいですね。こう、うまく描いてます。はい、ということでした。そうですね。大きくしてみるね。で、こっちは小さくしてみるね。ね、素晴らしいと思います。はい。そうですね。あと基本的にはあまり言うことがないんですけど、まああのね、柴崎だから、ここね、少しこうこと、ここね、まあいろいろ変化をつけてみたんですね。この表現ね、こう、はい、以上ですよ。はい、書き上げましたね。え、本当に素晴らしかったね。もうこんな風にもどんどんいろいろな試みをして、楽しんで絵を描く、もうこれが一番大事ですね。はい、ありがとう。さあ、こんな風にね、じゃあ私も送ってみようかなと思ってるあなた、お待ちしてます。まあ応募先ですね、この動画のね、紹介欄に応募先の URL 貼ってありますので、そちらからお願いしますね。はい、ということで今回も本当に長い時間ね、見てくれてありがとう。また次回違う作品であなたとお会いしましょう。はい、それまでお元気でね。はい、ありがとう。